現在の船見公門。船見公門とは愛知県名古屋市港区船見町にある公門である。現在は使用されていない。設計は山本宇太郎である。名古屋港発展の歴史を物語る景観資源として保存されている。2011年10月17日に名古屋市の認定地域建造物資産第11号に認定された。船見公門は正式名。 8号地第1校門と8号地第2校門の2つの校門からなる。1927年名古屋港の東、船見町8号地に当時日本一の貯木場が整備されるにあたり、それ以前からあった貯木場出入り口の水門では不便になったために8号地の前面と側面にそれぞれ幅18メートルの水路が設けられ、各水路に第1、第2校門が設置された。 高室は長さ約61メートル、幅約16メートルである。上下するゲートの幅は約7メートルで、高さは外洋側が約6メートル、貯木場側が約7メートルである。ゲートの上にあるモーターでワイヤーを巻き上げて開閉する仕組みだった。貯木場の水位を一定に保ち、潮に左右されずに木材を搬入でき、当時木材取扱量が激増する中で、 この設備は全国でも先進的で理想的なものであった。1959年に発生した伊勢湾台風が八号地貯牧場の堤防を破壊し、膨大な流木が市街地に流れ込み大きな被害を与えたことから、1963年に名古屋港西側に西部木材港が新設され、八号地貯牧場は廃止となり、船見公門もその役割を終えた。 その後、貯木場は埋め立てられたが、八号地第一校門の門扉と第二校門の皇室跡は貴重な産業遺産として保存され、校門を中心として公園が整備されている。ありがとうございます。